こんにちは、さくべです。さあ本日はですね、なんとめっちゃ久々、本当に久々にモンストの動画撮っていきたいと思います。なんかランク1000超えましたみたいな動画を撮ってから以来だよね、おそらく。昔ね、めっちゃ昔にね動画出したことあったんだけど、その時から約1年ぐらいかな、もっと経ってるかもしんないんだけど、めちゃめちゃ経って今頃やるっていうね。なんかね、あのタイミング的にはね、本当にこれでいいのかよくわかんないんだけど、まあとりあえずね、まあ適当にやっていきたいと思います。とりあえずね、この栄冠の闘技場っていうね、あのモンストやってる人だったらわかるんだけど、やってない人に説明するのマジでむずいのよこれ普段音ゲーのさ実況やってるからさ、全然そのモンスト知らない人でも分かりやすいように説明するのがマジでむずくて、今回この来てるんでやっていきたいと思います。はい、この編成でやっていきたいと思います。一応無課金パかな。あ、一人なんかしょうもないガチャキャラいたわ。さあ来ました。まあ、ひとまずね、適当にやっていくよなんかね、パネルが出るんだよね。このレーザーが出るパネルが出るんで、これとりあえずやっといて、音うるさいからちょっと下げていい？オッケー。あーでも結構食らうね。なんかあんまりこの、なんか魔導士を倒すとなんかね、遅延じゃねえや、遅延の逆をしてくるんで、まあそれをあんまり倒さないようにしようね、みたいな感じのクエストかな。んで、まあこれでいいんじゃないかな、とりあえず。まあ最初は練習みたいな感じ。え、待って、こいつは魔法陣なかったの？え、魔法陣なかったの？このキャラ。カウシーディア、豪絶なのに、まさか魔法陣なかったとは。マジか。積んでいきのして。で、プニプニの処理をしていきたいんだけど、こいつじゃできないね。うん、こいつ。プニプニの処理したいんだけど、こいつじゃできなさそうだね。どうする？とりあえず、無理じゃない。もう挟まる、ここ。無理だよね、明らかに。お前は別にひよこでもいいんだよ、別に。ね。お前は別にひよこでもいいんだけど、とりあえず、どうするこれ。どうする、結構絶望的だけど、最初から。これ、プニプニを処理しないことには始まらないんで、まあ、こいつやっていって、オッケーオッケー。とりあえず、レーザーバリアっていうのがあって、なんだっけ、これをね、倒しとかないと、判定もらえないんだよね、確か。もらえないっていうか、もらいづらいんだよね。まあ、このムーブ決めたら大丈夫かな。やばいな、いつもやってる体勢と違うから、結構、下手くそになっちゃうかもしんないけど、その辺許してね。まあみんな優しいから許してくれると思うんだけど、まあ、とりあえず倒して、あんまり魔導士倒しちゃうと、なんかこの24ってやつが19になったりして、まあこの19、今18か、18はおそらく即死だと思うんで、まあそれまでに倒そうねみたいな感じだよね。やってって、あんまりね、ひよこになってほしくないんだけどねひよこになったらね、ちょっとダメージが落ちるからね。ま、さすがに負けないとは思うけどね、俺も結構やってきてる。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫？本当に。負けないとか言って大丈夫か？だいぶ負けかけてるけど、とりあえず、黄色ハートトリーノして、うん、いい感じの時に出、あ、いいんじゃないこれ。いけ！全然食らわん。もう全然食らわんじゃん。もっとやる気出せって。まあ、とりあえず、この、朝倉陽っていうのかな。まあ、名前間違ってたらごめんなさいなんだけど。まあ、この子で、え、この子もひよこになる？マジか。なるほどね。あ、まあ、とりあえず、あ、ごめんね、ちょっと。詳細見てたわ。はい、とりあえずやってって。はい、まあ、今んとこ勝ててるって感じだね。今のところは。んで、あ、ここいいね。横をとりあえずやっといて、こんな感じでいいよね。プニプニちゃんをね、処理しとかないと。あ、めっちゃ綺麗。なにこれ、めちゃめちゃ綺麗な十字描けたね、俺。これは、なるほど。なんだっけ。一回クリアしたんだけど、あんまりな、俺、構成っていうか、理解できてないまま勝っちゃったんで、なるほどねって部分が結構出てくるんだけど。あ、やばい、やっちゃったかもしんない、これ。あ、やっちゃったね、これ。やっちゃったね、適当にやっちゃったわ。とりあえず、大丈夫か、これ。ああ、あんま良くないっぽそう。あんま良くないっぽそうだね。とりあえず、この、なんつんだ？天使ちゃん。天使ちゃんを、まあ仲間だから、こいつはうまいこと使おう。大丈夫？本当に大丈夫？本当に大丈夫？とりあえず、レーザーバリアがないから、こんな感じでいいかな。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、完璧。さあ、進んでいきのして、なんか個人的に魔法陣欲しかったな。それだったら、カウシーディアよりなんか、誰だっけ？小鳥？小鳥小鳥はただの鳥だな。
このこよりこよりじゃないことぶきか、こよりもまたプロセカで出てきたの俺の実況で。まあ、とりあえずこのことぶきちゃんはどういう SS？ 回復ユニットいいねなかなか。んーでこれ下触ってる、どうしよっかな、これどうやっていく。まあ、とりあえずこうでいいかな。うん、これとりあえずこうでいいやとりあえずこうでいいや。めっちゃ適当な感じで、あ、倒せないか、さすがに。まあ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 いいんじゃないかな。とりあえずやっと行って、何来る？スーパーマン、あ、スーパーマン、なんかポーズが完全にアンパンマンなんだよね。それだけちょっと、とりあえずどうする、これ。あ、これいいね、このムーブ。このムーブだとワンチャン3つ決めれるんじゃないかな。はい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 、全然決めれなかったね、下手くそだな。とりあえずやっといて、あ、やばいかもしんないこれ。大丈夫？お前用なしなんだよお前用なしだから何もすることないんだよ。とりあえずお前のやることは、ひよこじゃなくて鳥に戻っとく。うん、不死鳥に戻っといて、とりあえずね、見た目だけでも。朝倉陽がこれ使えるね、 SS 使えるんだけど、あ、待って、なんか来ちゃったななんかツイッターの通知来ちゃったな。どうしよっかな、これ使っちゃうのもあり。いや、使わないでいいか、さすがに。で、とりあえず20は せめて当てたいよね。20のレーザーは、20の壁を築いて、あ、嫌な予感する。これ使っといてよかったね、これ。絶対使った方が良かったよのかな絶対使った方が良かったよのこれ。まあ、とりあえず置いて、あマイクのテスト中です。やっぱりね、あのフェニックス、この不死鳥、不死鳥の、不死鳥じゃなかった、霊鳥だった、あのフェニックスがですね、めちゃめちゃなんかダメージ受けちゃってて、どうしようかなこれ。え、初端フェニックス、あ、ちょっとミスったかもしんないなこれ。初端フェニックスはやばいな、きついな。とりあえずボスからはなんか、あの遠ざけておくっていうのがいいかもしんない。で、これちょっと用だっけ、用をちょっとね、あの使いたかったんだけど、 SS 使いたかったんだけど、まあ、ちょっと無理そうなんで、とりあえず置いといてやります。いける？ OKOK いけるね。あ、結構食らったんじゃないかな。で、無駄なやつも倒しちゃったけど、まあまあまあしゃあないとして、しゃあないとして、あとはどうする、まあ、とりあえず、あ、こいつ倒す分にはいいのか。右のね、あのなんか、うん、右のやつね右の天使ちゃんね。とりあえずこいつは倒す分には別によくて、どうしよっかな。とりあえず陽が戻ってるっていうのがまたキーだよね。あの、この次のステージでね、俺ね、なんかあの魔導士のことあんまよく分かってなくて、魔導士をね綺麗に全処理してしまって倒しちゃったんだよね全然言えてねえじゃん。まあ、ひとまずやって、お、使うのもありかな。どうだろう。スピードアップとパワーがアップは結構いいとは思うんだけど、とりあえず、まあいいか、そのままで。やって、大丈夫？結構スピード落ちたね。うん、だいぶスピード落ちたね、これ。どうしよっかな。用の SS 使うのもありかな。とりあえずね、こいつは遠ざけておきたい、フェニックスは。うん、フェニックスは不死鳥だけど、え、なんか倒したんだけど、どういうこと？なんで倒した？これがフェニックスの力か。なるほど。とりあえず、用使うのもありかな。どう思う？みんな的には。聞こえないんだったね。あー、これダメなのよ、フェニックス食らったら。フェニックスは食らっちゃダメなのよ。で、とりあえず、これ、大丈夫かな？嫌な予感しかしないんだけど、俺。使わない方がマシ？でも、やられちゃうよりはマシか。まあ、とりあえず使うか。まあ、適当に使っといて。あ、これさ、別にあれしなくてよかったんじゃない？パネル触れなくてよかったんじゃないかな。あ、OKOKOK これで OK なんじゃない？なるほど、レーザー食らってからこれが心配だったのよ。大丈夫？ん？どれぐらい食らったかよくわかんないどれぐらい食らったかよくわかってないんだけど俺。まあ、とりあえずやってって、まあ、この編成だったらね、あのフェニックスさえ当てればみんな誰でも組めると思うんで。あー、でもそんなに減らないのか。なるほど。あ、ここをね斜め処理しちゃって俺全部やっちゃったんだよねとりあえずどうしよっかな。この辺でいいかな。この辺でやっといていいかな。これで OK 触れたんじゃない全部。でもあんま食らわんね、正直あんまり食らわんね。でどうしましょうか。あ、これあんまりいい位置じゃない気がするな、個人的に。触れない多分触れないな。で、4面はせめて触りたい。ああ、いいんじゃないか。別にいいんじゃないこれ別に良かったんじゃないかな。はい、さよなら。スーパーマンさよなら。で、あ、また不死鳥からスタートか。
不死鳥のターンがマジで全然なんか動けないからさ、用なし、用なしだからさ、全然。どうしよっかな。せめてさ、あーどうしよう、遠ざかっときたいよね、敵から。ボスからはせめて遠ざかっておきたいんで、離れておきます。あとはどうする。ここで SS 遅延打っとくのもありかな。ありだよね。なんか陽の SS はもうたまんないから。んでこれで上まで到達するかがちょっと問題なんだけど、4面は触れたいもんね、せめて。ご期待に応えましょうかってやっといて。あー届かないっぽいね。あ、届いた。あ、よかった。ただひよこらから全然だね。ひよこらからせっかく頑張ったのに全然だったね。さあどうしよっかな。 SS 使いのして、ん、なんか受けたね俺。なんかやばい攻撃受けちゃったね。大丈夫かな。とりあえずちょっともうちょっと矢印伸ばしたいな。でこれやっといて、で真ん中は確実に行きたい。いいんじゃない、これで。ちょちょいのちょいでやっちゃって、やっちゃってね。あ、なんか出てきたよ。なんか可愛いの出てきた。あ、完璧じゃないこれ。めっちゃ完璧な、いいムーブ決まったんじゃない。あ、強っ。強っ。普通に強かった。ひとまず、ここ重要だね。フェニックスのターンガチで何もできないから。どうしようかな。二面になっちゃうね。上から触れたら二面になっちゃうから。あー難しいね、これ。純粋に難しいの来たわ。いや、これ、これさ、ミスったらちょっと危ないよね。あんま良くないよね、ミスったら。せめて、二面は触りたいな、二面は。二面は触りたいんで、どうしようかな。怖いな。こうでいく。こういったら二面は触れそうじゃない、これで。だから、OK かな、とりあえず。上までいけるでしょ、また。行って、結構真面目な感じの攻略動画になった。とりあえず、やっていって、いいんじゃない？全然食らわん。大丈夫これ、本当に。本当に大丈夫？とりあえず回復したいんで、大丈夫か？大丈夫か？OKOKOK。で、回復どれぐらいするかな、これ。縦勘で、負傷は？味方、完璧。神。そのストライクシュートは神。で、とりあえず、触れたら回復する段と一緒に、こいつも回復して、OK。くらいがいい。どうだ？あ、いいんじゃない？あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、強い、強い。さすが不死鳥。さすが不死鳥の力か、これが。とりあえず、これでやっといて。強いね、不死鳥、めちゃめちゃ。おすすめかもしんない。A ランクかもしんないな、適正。で、これでいっといて。これ、爆発でスピードアップもらうよね、おそらく。早すぎてもらわない可能性もあるけど。とりあえずやっといて。OK！ 笑ったっぽいね。で、これで、勝ったかな。あ、でも、あ、待って、不死鳥じゃなくてひよこになってる。どうだろう、これ。当たりどころによる。当たりどころによるけど。あ、